高弱交通株式会社は、滋賀県大津市に本社を置き、主に同県の琵琶湖西岸を中心に、路線バスを運行するバス事業者、京阪グループの一社。かつては、高和化鉄道という社名を名乗り、琵琶湖西岸で鉄道を営業していたが、JR 西日本湖再選建設に伴い1969年に廃止した。路線バスにおいては、 2018年1月31日に廃止されたスルッと関西対応カード及び同日に廃止された京阪グループ共通バスカードは公弱交通では使用できなかった。なお、片田営業所管内の路線において IC 乗車カードのピタパが利用可能である。アド川営業所管内路線については今後対応予定である。整理券のことを発営券と呼んでいる。 また、車両の運転席側倉下の裾部及び、後部入り口ガラス窓に、京阪の、深夜色ゴが入っている。メーカーは、日野自動車、伊須津自動車がほとんどである。三菱不走トラックバスの車両は、バスの運行開始以来購入者が非常に少なく、現在も2台在籍しているのみである。ボンネットバスを1982年2月まで、一般路線で運行し、 引退時には記念乗車券が発行された。これは、近畿地方でも、遅くまで一般路線営業を行った部類に属する。車両タイプ別では、大型路線車、流用車、中型車、小型車及び、最近導入された中型ノンステップ車など、多種多様の車両が在籍している。ボディカラーは緑地に、青と赤のラインが入ったデザインが基本だが、 琵和湖をイメージした別デザインのものもある。一時期、奥、琵和湖定期観光バス事業を担っていた経緯から、同事業用と通常の路線バス運行を兼用できる、汎用車を在籍させていたことがある。2012年3月17日、自転車を搭載できる、自転車ラックバスの運行を、日吉台線 A 区間で運行を開始した。専用車として自転車積載用に改造した。 イスズエルガミオが使用されていたが、2021年春に撤去された。ヒノセレが、ヒノメルファ、イスズエルが、三菱不装エアロクイーン、三菱不装エアロバスが在籍。京阪国際観光自動車より移籍の車両もあった。また、前述のエアロバスは、淡路交通からの移籍である。片田久塚は線バスの側面表示幕このバスは、途中が終点として話題になることがあった。 2021年3月13日のダイヤ改正によりこの系統は廃止され、途中が終点のバスは1933年からの88年の歴史に幕を閉じた。途中バス停自体は他系統が引き続き経由するため、途中のバス停として存続する。途中停留所、途中停留所、途中停留所片田営業所管轄路線浜大津線、大津片田間を 国道161号に沿って走る路線。朝晩はおおむね20分置き、昼間30分置きと比較的本数が多い。浜、大津線の一部で、片田駅より、旧片田町内を回る路線。終日15から30分間隔で運転されている。朝晩には、東洋防総合研究所構内に乗り入れる、直通の110系統も運転される。休日の日中には、 浮見堂の前へ乗り入れる。西地区、ローズタウン線京阪電気鉄道が開発した、琵琶湖、ローズタウンを循環する路線。小野駅西地区、ローズタウン間を中心として運行され、系統が複雑である。東地区ローズタウン線琵琶湖大橋1080、系統片田駅行きこの車両は、貸切兼用車で、前面一枚窓、座席が、ハイバックシートとなっており、 塗装も一般車と異なる片田駅より、ビワ湖大橋を渡る路線。ビワ湖大橋東詰め交差点を右折して佐賀は、美術館、免許センター方面に向かう路線、直進して森山駅へ向かう路線がある。片田駅と森山駅を結ぶ路線は、ビワ湖横断エコバスとして、バイオディーゼル燃料車を導入し、エコ交通を推進するとして、滋賀県から補助を受けている。また、 大見鉄道バスと共同運行している。2011年9月30日をもって、82、系統片田駅ラホうレ琵琶湖線が廃止された。大木の里線大元温泉駅より、大木の里の住宅地を循環する路線。片田青茎の里循環は、片田への買い物等の利用に応じ、主に日中運転される。高交通では、JR 西日本が駅名を、 小琴駅から小琴温泉駅へ改称した際、停留所の改称を行わなかったが、2018年3月17日のダイヤ改正で改称した。日吉大線ケーブル坂本線に使用される小型車ケーブル、坂本線竜下線はに栗原線琵琶湖バレー線平、登山線片田く川線片田駅より、国道477号を精神し以下立、くず川方面へ向かう路線。 アド川支所管轄路線アド川支所の路線、系統では方向幕に系統番号を表示しない。靴木き線あたり線は、アド川駅における JR 西日本湖西線列車との接続が考慮され、おおむね数分から十数分以内で乗り継ぎが可能なダイヤ設定となっている。小賀線あたり線は主に午後の時間帯を中心に、アド川駅では、靴木き線とほぼ同時刻での発車となるため、 ここでも、前節の急木線と同様に、阿ド川駅での JR 西日本湖再線の列車との接続を考慮して、おおむね数分以内での相互乗り継ぎを可能にしている。高島今津線アドガワ市所が運行を受託している。二0 1 1年四月一日、高島市の交通体系見直しによる乗り合いタクシー制度導入に伴い、同日をもって一部路線が乗り合いタクシー、または、 高島市営バスに関されたほか、公弱交通が引き続き運行する路線も一部経路が変更された。高島線畑線横山、田中線高島、阿戸川線阿戸川町巡環バス、船木線、ハートバス東巡環線西巡環線大本駅から、上大木片田駅、大木道平上、大木以下は、高島市、コミュニティバスの路線。片川線の途中停留所は、 かつて終点となる便があったことから面白、地名として知られていた。利用者の減少により、2021年のダイヤ改正で途中止まりのバスは廃止され、途中の停留所となった。なお、同停留所は、同線の他京都バス平線のものが併設されている。なお、かつては、集落の中心といえる、旧街道の交差点にあったが、2008年現在は、双方ともに、 バイパス上に移転している。ありがとうございます。